今回紹介するのは、田中角栄、上司の心得という本です。上司の心得、人たらしの本領、再び注目を浴びている。田中角栄氏、氏の人身昇悪術については、政界での活躍時点で大いに注目を集めていたが、本書では、それを上司の心得としてまとめている。内容そのものは、 大変面白い田中角栄首相の頃はまだ物心もついていない時期でありロッキード義国が一体どれほど大変なことなのかが理解できなかった時期でもあるその時期世間を騒がせた角栄氏が人たらしと言われるゆえんは後から理解することばかりで本書もそうした情報を後付けで提供してくれるものとして言うようだもっとも 上司の心得としてはどううであろうか。もちろん参考になることもあろうしかし正解で生きていくこと生き馬の目を抜くお世界と一般的な組織の上司とではあまりに状況が異なるようにも思える純粋に田中角栄の人たらしの本領として読めばそれはそれで大変面白いし反面 そうした大物政治家などついに存在しなくなっていることに痛みも感じるかもしれない。以上。興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。